パークスを襲撃するスザクと三子。フランスのエイリ新聞ルモンド・イリュストレより、霊山墓地内のスザクの墓スザクミサオは、幕末日本の勤能志士。ワシ高タの高野ノさん兵に参加後、慶応4年に、イギリス公使ハリー・パークス一行を襲撃したが、失敗。現場で撃ち取られた。本名は、林田英太郎忠だ主権。京都楽生活ラムラ出身。 元こぼりけ来といとうが、村医者の息子で死分ではなかったという説もある。慶応3年12月、和しを高積む、田中昭介らの高野三ん挙兵に参加。その後、義軍は、京都に入り解散し、朝廷後新兵となった。大政奉還王政復古後、新政府が上位を捨て外国との交際を行うことが、明らかになると、新政府に失望し、 同志と共に独自に上位の断行を格作する。慶応4年2月30日、イギリス公使ハリー・パークスが、明治天皇に越見するため宿所の地温院から御所に向かう途上、スザクは、同志、サエグサ王と二人で、パークス一行に切り込んだ。スザクらは、イギリス兵9人に負傷を負,傷を負わせるが、一行の警備は厳重であり、スザクはパークスに同行していた。 護衛の薩摩藩出身の中井博士と切り合いになり、中井に胸部を刺され、駆けつけたと左藩賛成、後藤昌士郎に斬られて倒れたところを中井に首を、はねられ、三死も、重傷を負ったところを、警備兵に捕獲され襲撃は、失敗に終わる。2016年7月、京都市東山区の霊明神社にこの時に使った、ところどころ箱惚れのある刃渡り約74。 センチメートルの刀が残っていることが分かり、中井の刀と共に京都国立博物館で展示される。スザクの首は後日斬首された。三子の首と共に淡田口形状に三日間さらされ、その首の写真が残されている。京年負傷新政府はスザクらの身分を武士から平民に落とし、罪人として処刑されたように記録した。このため、 尊王上位の志士としての経歴を持ちながらも、純国の志士を記した、純南ロック校には掲載されず、安国神社にも祀られていない。墓所は、京都市東山区領全墓地。ありがとうございます。